それではホトさんをディスコードで拍手でお迎えください。はい、では、発表を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、まず自己紹介すると、ホトと言います。ソフトウェアエンジニアです。チュラデータ株式会社というところで VPOE をやっております。まあ、チュラデータに入るにあたって沖縄に移住して、まあ、4年くらい経ちました。もともとはウェブアプリケーションエンジニアだったので JavaScript とか書いてたんですけど、まあ、最近は Python とか Docker とかをやってたりします。まあ、コミュニティ活動とかで言うと、PyCon が沖縄で開催された時の、コアスタッフとスピーカーをやっていたりとか、あと最近だとですね、ISCON っていうウェブアプリケーションの、チューニングをするコンテストがあるんですけど、それの昨年と今年の、Python 実装の担当をやったりとかしております。はい、で、ちょっとだけ会社紹介させていただくと、チュラデータ株式会社です。プラチナスポンサーやってるので、お名前聞いたことある方いるかと思うんですけど、まあ、沖縄の会社で、沖縄に最高に面白い仕事を作りたいという思いで創業した会社になります。まあ、受託でデータ分析とかアプリ開発とかやってるんですけど、まあ、人が足りてないので、絶賛採用中です。皆さん、沖縄でぜひ一緒に Python を動かしましょう。はい。では、本題に入っていくんですけど、今日はどんな話をするかといいますと、結構最新の手法で、イケイケな課題解決をしましたとか、まあ、なんか、そういう話じゃなくてですね、まあ、そんなに皆さんご存知のやり方かもしれないんですけど、まあ、古い手法を積み上げてですね、一つのシステムを作り上げてみました。そこに結構 Python というのが絡んできましたよというような内容でお話しさせていただきます。はい。で、話の流れとしては、まず どんな課題があったのかみたいなプロジェクトの概要と、じゃあ、どんなシステムを作ったのかっていう概要の説明と、じゃあ、どんなところで悩んで、どんなふうに判断してきたかっていう設計の勘どころっていうような流れで、お話をさせていただきます。はい、じゃあまず最初にプロジェクトの概要からお話しします。はい、お客様でですね、とある工業製品を製造しているお客様が、いました。まあ、ある原料をですね、加工機器にこう入れると、製品が作られるみたいな、まあ、そういうよくある製造ラインみたいなのをお持ちのお客様がいて、ただその原料というのがくせ者でして、なんか形とか大きさにばらつきがあったりとか、なんか不純物の混ざってる割合がばらつきがあったりとかして、なんかここのばらつきに応じて、機械のパラメータを上手に設定しないとですね、製品の品質に影響があったりとか、まあ、その最悪機械が故障してしまうみたいなその問題が発生します。そのため、その人間の職人がですね、この機械のパラメーターというのは、この原料だったらこんなパラメーターかなみたいなふうに、設定する職人さんがいました。ただ、その職人技になってしまっていたので、例えば製造ラインを増やそうとしたときにスケールできないとか、まあ、その職人さんを育成していかなければならないとか、まあ、そういった俗人化な問題が発生しておりました。ということで、このプロジェクトの目的では、その職人技をですね、AI で置き換えることで、全部俗人化を解消したいっていうのと、あと、まあ、職人さんと同等の製造の効率と品質を維持したいというのが、目的になったものです。はい。で、じゃあ実際どんなことに取り組んでいったかというと、まず AI というのは作れるのかどうかというのを、実証実験 POC というのを実施して、まあ、POC を実施した結果、まあ、それなりにいい結果が得られたので、まあ、じゃあそれを工場に組み込んでシステム化しましょうみたいな流れでやってきました。で、今日の話はですね、AI どんな機械学習モデルを使ってやったのとか、そういった内容については触れません。はい。で、ただ、まあ、概要としては、原料の品質の情報とか、まあ、そのセンサーから取得した時系列データとかを用いて、その最適と思われる機器のパラメータを出力するみたいなものが作ることができました。で、それなりにいい結果が得られました。で、その上で、じゃあ、その AI モデルと、その制御システム、まあ、その機器が連携する仕組みというのを、構築しました。で、ただ、ちょっと POC やる中で、いくつか問題が、課題が判明して、まあ、データの質が良くないとか、データの量が不十分とか、データ連携に手間がかかるとか、大変だとか、なんかそういう課題が発生したので、システム構築では、じゃあちゃんとデータを蓄積できる仕組みも作りましょうとか、じゃあデータが溜まった後に、
定期的にその機械学習モデルを再学習する仕組みを作りましょうとか、なんかそういったところも、今回システム構築に含んでおります。でここまでで、プロジェクトの概要とか課題目的という話をしました。でここから、どんなものを作ったかというお話をします、はい、で全体像をまずお見せするとこんな感じになっております、まあ、これだけ見てもちょっとわからないとは思うんですけど、まあ、ここで分かってほしいのは工場の中になんかサーバーが Linux サーバーが置いてあってそこで何かが動いているというのと、あと AWS を使って、まあ、そこと連携して何かやっているというところを分かっていただければと思います。でこの中で、何が大事か実現したかったところというのがこの3つで、順番に説明すると、左から、AI が制御システムに最適なパラメータを設定する箇所、まあ、ここが今回作りたかったコアの部分ですね。で真ん中の部分が、センサーデータを今後のデータ分析に使いやすい形で蓄積する、まあ、どうしてもそのセンサーデータを生で溜め込むだけではデータ分析に活用するのが難しいみたいなところがあるので、ここをちゃんと他のマスターデータと紐付けたりとか、なんか欠損というのを処理をするとか、なんかもういろいろやった上で使いやすいデータを作る、データウェアハウスみたいなのを作るっていうのが一個目的でありました。で、最後、右側のやつが、蓄積したデータ、データをたくさん溜め込むことができたら、まあ、改めて最新のデータを使って、モデルを再学習する仕組みを作るっていうところが、この3点を実現したいがために、この、一連の流れというのを、作りました。まあ、ちょっと右側のそのログ監視通知とか CI/CD とかはまあ書いてはあるんですけど、割と一般的にまあそうだよねみたいな話だと思うので、ここは端折ります。はい。で、まあ PyCon なので Python の話をちょっとするんですけど、まあこのプロジェクトでは結構多くの場所で Python を採用しました。まあプログラミングが用いられる箇所ではまあ大体全部 Python を使ったみたいな感じになっております。で、まあそのこの後のスライドはですね、各所、ここからなんか細かくいくつか見ていくんですけど、なんかそこがそれぞれどのように技術選定をしていったかみたいな話を絡めてやっていこうと思います。はい、じゃあまず最初にですね、この工場のセンサーを取得してデータを送信するみたいな部分を、お話しします。はい、でまあ、データを集めるにあたってですね、なんかそのセンサーにアクセスして、それをアマゾンS3に送るみたいなのを作りたいんですけど、センサーデバイスに直接アクセスするわけじゃなくて、すでに工場にはセンサーシステムという何かがあって、なんかこうセンサーデータを集約するようなものが、ありました。で、まあ、こいつに問い合わせてですね、温度センサーのデータくださいみたいに問い合わせて、はい、はいよって言って、こう、10分、直近10分分のデータを返してくれるみたいなのがあるんですけど、こいつがなんと、HTTP とか喋ってくれたら楽だったんですけど、TCP ベースの独自プロトコルを使って、このセンサーシステム独自のプロトコルを使って、アクセスしないといけないという仕様になっておりました。当然のことながら Python でその独自プロトコルを喋るライブラリとかはないので、さてどうしようかなというふうに、やります。というわけで、今回はですね、その独自プロトコルを喋る、仕組みを Python で書きました。まあ、この右側にあるのは結構疑似コードというか、まあ、実際の本物のコードではないんですけど、まあ、大体こんな感じで動きます。皆さん、その Python で TCP 通信しようと思ったときって、結構標準モジュールのソケットとかを使おうかなとか思う方多いかもしれないんですけど、今回はですね、通信処理というのをまあノンブロッキングな感じで書きたいなというのがあって、アシンク IO で実装しました。あんまり使ったことない方多いかと思うんですけど、Async IO ってこのオープンコネクションってやつを使うと、非同期で TCP 通信ができます。なんか、ここで非同期なこのリーダーとライターを開いた後に、なんかこう、バイト列をこう投げたり受け取ったりすることができます。はい。で、じゃあ実際そのバイト列をどうやって組み立てたり、パースしたりするかっていうと、まあ、Python は比較的そのバイトデータの、組み立てとか、パースが結構簡単にできる言語なので、ここはすごい素直に書くことができました。とか、このリクエストのところにあるのが、そのバイト列組み立てているようなところで、真ん中にあるこの辺が、その受け取ったバイト列をパースして、で、情報を取得しているみたいなところですね。はい。で、まあ、こんな感じで書くと、意外とこの独自プロトコルの実装って簡単にできるんだな、みたいな感じでした。
はい、続いてこの受け取った生データを処理するみたいな、はい、ところが、ご説明します。で、まあ、ちょっと2段階で処理していて、センサーデータを前処理するっていうところと、1日1回の集計処理するっていうところがあります。で、生データの処理何してるかっていうと、ちょっと上の図を見ていただきたいんですけど、これ左から右に向かってその時系列データを表しているんですけど、で先ほども言った通り、生データって直近10分間の時系列データを得られるんですけど、必ずしもこの生データってやつが、その1回分の生産単位で、その取得できるわけではないですよね。なので、この生データの中からうまいこと1回分の生産データっていうのを切り出して、それをその違う、前処理済みデータっていうところに保存するみたいなことを、やっています。まあ、実際にはここでなんか他のマスターデータと紐付けたりとか、もろもろやってるんですけど、それについてはちょっと割愛します。で、次に2つ目のデータ処理では、一日に一回こうバッチ処理をして、一日分のデータを集計して、集計結果をデータベースに入れるみたいなことをやっています。ここはまあそんなに難しいことはないと思います。で、この一つ目のデータ処理ではラムダを使っていて、二つ目のデータ処理ではモドニ CS を使っているって、なんか使ってるツール違うのはなんでみたいな話は、この後また別途紹介します。で、次にこのモデルを再学習する処理の箇所の説明をします。まあ、ここもそんなに特筆すべきとこはないんですけど、まあ、1ヶ月じゃないや、まあデータをどんどん溜め込んで3ヶ月に1回くらいですね、溜めたデータをもとに、モデルを再学習するところをまた Amazon ECS で Python を使って実行して、学習したモデルをデータベースに保存します。そういったところを書きました。ここはそんなに説明することはないかなと思います。で最後に、推論 API という場所ですね。制御システムと連携して、パラメーターをこう設定する職人さんの代わりに働く部分ですね。はい、ここはですね、なんかありがたいことにですね、制御システムの方がですね、HTTP を喋ってくれることに、なりました。制御システムの方から、こんな原料で生産をしようと思いますっていう情報が、こちら側に送られてくるので、学習済みモデルを使って推論して、こんなパラメーターで生産してはどうですかみたいなのを HTTP レスポンスで返すっていう、比較的シンプルな仕組みで、実装しました。まあ、いうことがあるとすれば、まあ、学習済みモデルっていうのは、AWS から取得してきてるんですけど、まあ、その、取得したモデルはメモリに保持しておいて、キャッシュしておいて、例えば工場と AWS の間で、障害が発生し、ネットワーク障害が発生したりしても、そのまま、生産を継続できるような、オフラインで生産が継続できるような、仕組みにしました。はい。で、まあ、ちょっと細かい話なんですけど、HTTP のレスポンスをですね、なかなか返さないでいるとですね、工場の生産がどんどん遅れていってしまうみたいな、懸念がありました。もちろん、クライアント側からタイムアウトで勝手に切ってくるっていうのはあるんですけど、一応サーバー側でもタイムアウトは設定するようにしましょうねというのがいいかなと思います。今回はその HTTP サーバーに、IOHTTP サーバーを使っているので、まあ、こんな感じのデコレーターファンクションを作っておくと、なんかこう、エンドポイントの作るときにこう5秒でタイムアウトしますみたいなのが作れて便利ですって話。ここはちょっと細かい話です。はい。というわけで、システムの全体像というのをなんとなく説明しましたが、なんとなくイメージしていただけたでしょうか。はい。こんな仕組みを作りました。で、じゃあ、なんでこんな風にしたのみたいな話を、します。まあ、ここがちょっと本題です。で、先ほどもお見せした資料で、Python が各所で使われているという話をしたんですけど、じゃあなんでその Python を使いまくってんのっていう話をするとですね、まあ、前提として、最近のプログラミング言語ってどれ選んでも何でもできるじゃないですかっていうと、なんかいろんな各方面から怒られそうなんですけど、さっきこう、じゃあ例えばセンサーデータからデータ集めると、こう、独自プロトコルを Python で書きましたって言ったんですけど、別にこれ多分やろうと思えば JavaScript でも書けるし、GoLang とかでも書けると思うんですよ。別に何でも書けるし、多分ここのシステム全部 JavaScript で書いてって言われたら書けるような気もするんですけど、じゃあまあそれはそれとして強みが活かせる言語を
選んだ方がいいよねってことで、まあ、今回はデータ処理とか機械学習とかやってるので、まあ、Python がいいかなというふうになっています。で、またそれとは別の話として、やっぱシステム全体で言語は統一されていた方が、まあ、メリットがありますよねというふうには思っていて、まあ、例えば、その、ここ右下にこのデータ分析用の Jupyter Notebook とかがいるんですけど、ここで Jupyter Notebook で分析に使っていたコードをですね、この再学習の方にこう転用したりとかですね、コンポーネント間でこういろいろ流用できるみたいなメリットがあるのと、あとまあ、例えば明日自分がこうトラックにはねられて入院したとして、じゃあ他のチームメンバーでこのシステムをメンテナンスできるかっていうと、まあ、例えば、弊社のメンバーであれば Python は書けるので、まあ、Python が書ければ、まあ、このシステム全体を触ることができるみたいな状態にしておくと、まあ、結構チーム的なというか、あと組織的な意味でメリットはあるのかなと思っていて、まあ、システム全体で言語を統一するってことに意味があるのかなと思って、今回はシステム全体を Python で作ろうみたいなふうになりました。まあ、こういう話をするとですね、Python は遅いからとか、なんかそういう話を思う方がいるかもしれないんですけど、まあ、少なくとも今回のプロジェクトでは特に問題にならなかったですね。まあ、実際に Python というか CPython が遅いかっていうと、自分はぶっちゃけよく知らないんですけど、はい、仮に Python が遅いとしましょう。仮に Python が遅いとしたときに何がリスクか考えるっていうのが大事だと思っていて、Python が遅いとしたときに、じゃあ API サーバーのレスポンスが遅れるとかは実際あると思います。これが作っているのが、例えば広告配信のサーバーとかだったら、例えば 0.0 コンマ何秒の世界でレスポンスを返さないと負けてしまうみたいな話があると思うんで、なんか Python 使いづらいとかあると思うんですけど、今回はですね、サーバーは5秒以内にレスポンスを返せばいいくらいの要件だったので、別にここは無問題でした。あとバッチ処理の時間がかかってコストがかさむみたいなリスクもあるかなと思います。例えば5、なんか Go で書いたら1時間で終わるバッチ処理を Python で書いたら1時間半かかりましたって言ったら、なんかその分のサーバーリソースのコストがかさむと思うんですけど、まあ、今回はですね、なんかバッチ処理は 1日に1回実行してるのと月に3ヶ月に1回実行しているのだけだったんで、まあ、そのコスト試算してみたんですが、まあ、無視できるレベルだったので、今回は別に全部 Python で作っても問題ないであろうみたいな感じになりました。まあ、この辺の、ね、なんか個人的な所感としてはですね、まあ、計算リソースは結構昔はカリカリにチューニングする必要があったのかもしれないんですけど、今はクラウドで柔軟にスケールできる時代なんで、まあ、なんか言語としての速度っていうのは、まあ、気にすべきケースはあるかもしれないんですけど、まあ、必ずしも大事ではなくて、言語としての強みとか開発スピードとか、なんかそういったところに目を向けるのが大事なんじゃないかなと思っていたりします。はい。で、じゃあ次の話をすると、じゃあさっき AWS でデータ処理を行うときに、なんか今日、こう、ラムダと ECS を使っていたのはなんでみたいなところがあったと思うんですけど、なんかデータ処理を行うときに AWS ってものすごいたくさんのサービスがあって選択肢が多いと思うんですけど、なんかこういったときに どんなことを考えて選択したらいいかなという話をします。まあ、今回で言うと、2つデータ処理の箇所があって、要件で言うと1個生データの前処理は S3 オブジェクト、まあ、生データがオブジェクト S3 にこう投げられるたびに、変換処理をしたい。で、投げられる頻度でいうと、まあ、数分に1回程度、まあ、大して多くないですね。で、1回あたり処理にかかる時間は、まあ、1秒とか2秒とか、それぐらいの数秒で終わるレベルですね。早い。で、まあ、ちょっとデータ処理を伴うので、Python と Pandas を使って処理書きたい。で、もう1個の要件の方でいうと、まあ、1日に1回の集計処理をしたくて、1回あたりの処理はまあ数分から数十分かかって、こちらもその Python と Pandas で処理を記述したいみたいな内容になります。じゃあ、こういった要件の時に、何選んだらいいかなみたいな。まあ、大体なんか選択肢に上がるのはこの辺なのかなと思います。まず筆頭で上がるのはラムダだと思っていて、いや、これは本当に手軽ですごくよくできたサービスだと思っていて、ラムダで書けるなら全部ラムダで書きたいくらいに思っているんですけど、ただちょっとラムダの欠点というか、まあ、しょうがない点としては、タイムアウトが最大でも900秒なので、もしかしたら900秒でも終わらないかもみたいな、バッチ処理にラムダを使うことはできないというのがあります。はい、あと、AWS バッチですね。これは
なんか当初あのイベント何ですか、イベントブリッジからのスケジューリングができないと思ってその除外してたんですけど、実はイベントブリッジからのスケジューリングができるということがあの後で分かったんで、まあ、AWS バッジも結構有力な選択肢かなと思います。あと AWS グルージョブですね。なんかグルーっていうと結構マネージド、フルマネージドスパークみたいな印象を自分は持っているんです。あの結構 PySpark を使うときにあの選択肢に入ったりすると思うんですけど、実はあの PySpark じゃなくてあの普通の Python シェルでもジョブを動かすことができます。でただちょっと欠点としてあの Python のバージョンを Python3 ぐらいのあの大雑把な流度でしか Python バージョンを選択できないので、じゃあ Python 3.9 の最新機能を使いたいよとか言ったときに結構使えないみたいなデメリットがあるかなと思います。で、で日時バッチの方は最終的にこの Amazon ECS Tasks を使うことにしたんですけど、まあ、裏側が EC2 だと、あの裏側を EC2 にして、その基本的にインスタンス数を0にしといて、日時バッチが起動するときにだけインスタンス数を上げて、バッチ実行とかできるのかなと思ったんですけど、なんかそれができなさそうだったので、ファーゲットを使って、あのファーゲットを使うと自分でその EC2 インスタンスとかをマネージしなくていいので、ここ実行されている間だけ課金するバッチ、日時バッジを実行しているその1日1回数分から数十分の間だけ課金されるみたいな仕組みを作ることができて、まあ、かなり良かったですという感じです。はい、でここでなんかあの選択肢に EC2 入ってこないのみたいな話はあるんですけど、まあ、ちょっとここはあの、まあ、EC2 使うと自分でサーバー管理しないといけなくて大変だよね。なんかマネージストサービスを使えるに越したことはないよねという話です。ここのスライドはちょっとスキップします、ね。で、まあ、ここまででその AWS のマネージドサービスをあれこれ使って、あのこのデータ処理とかをするやり方とかを考えてきたんですけど、とはいえいくらマネージドサービスを使ったところでですね、サーバーの管理からの逃れられない部分があります。これと工場の部分に Linux サーバーが置いてあります。はい。で、なんで Linux サーバー置いてあるかというと、今回生産に関わるシステムは工場内で完結することっていう、要件があったので、どうしてもそのパラメーターの推論はですね、工場の中で行う必要があったため、あのオンプレサーバーが必須みたいに、なっておりました。まあ、オンプレサーバーが大変というのはわりかし分かっていただけるかと思うんですけど、オンプレサーバーでちゃんとした本番システムを運用しようとすると、あの例えば可用性を高めたい、そのシステムが止まらないようにしたいと思うと、じゃあ物理サーバーを複数台用意して冗長構成を組んでとかやっていくと、まあ、こうもうちょっと設計が複雑になってきたりとか、運用オペレーションをいろいろ考えていかないといけないなみたいなところはあります。であと、なんか耐久性を高めたい。あの例えばハードディスクのデータが消えないようにしたいってなると、じゃあバックアップ取りましょうかみたいな話になってきて、じゃあバックアップの仕組みとバックアップする先を用意しないといけなくなって、そうするとなんか面倒見るコンポーネントが増えて大変ですねみたいな話はあると思います。はい、で今回どうしたかっていう と、サーバーが壊れるのはしょうがないし、サーバー壊れたときはまあ壊れたときになんとかしようねみたいな方針で倒しました。ちょっとそんなのありかよみたいな。あのツッコミはあるかもしれないんですけど、例えばどう考えたかっていうと、可用性を割り切るっていうのは、障害が起きてサービスダウンしたときは、もう AI を切り離して、これまで通り人間に切り替わればいいっていうふうに、割り切ってやりました。まあ、とはいえ、なんか、レイドを組むぐらいは簡単にできるんで、レイドを組んだりはしましたけど、でもう一個、耐久性を不要にするっていうのは、サーバーをステートレスに保つという。意味で、データをそもそも保持しない、Linux サーバーの中でデータをそもそも保持しなくて、あのサーバーが丸ごと全部死んでも、まあいいやって、新しいサーバーを用意してきて、あの置き換えれば、そのままあの継続できるみたいな仕組みにしました。なんで、そのログとかも含めて全部クラウドに寄せて、あのサーバーには何のデータも保持しない、消えてもいいデータしか保持しないみたいなふうにしました。でそういう方針で倒した結果、サーバー1台で、全部動かせるように割り切ることができました。で、サーバー1台で動かせるようになると、まあ、構築と運用の工数っていうのを大幅に削減できて、まあ、よかったねっていう話です。はい。で、
次は、なんだっけな、これは。で、じゃあ、オンプレサーバーのサービス管理どうしてるのって話をすると、ちょっとこの、またこの Linux サーバーの部分の話をするんですけど、まあ、ちょっとここって今、ワーカーと HTTP サーバーの2つしか動いてないように見えるんですけど、これちょっと、複雑だから記載してないだけで、実際は6個くらいサービスを動かしております。で、このオンプレサーバーの中でどうやってこのサービスを管理しますみたいな話ですね。で、まあまあ、現代なので、現代というか、まあ、普通に Docker というのが有力な選択肢に上がってくると思っていて、今回も Docker を使いました。で、ECS を AWS 側で使っていたので、まあ、Docker のイメージをビルドする仕組みとかは、もうすでに作ってあって、で、じゃあ、まあ、そこに乗っかって、その、オンプレ側の Docker イメージもそこで管理して、そこからプルしてきて動かせれば、まあ、デプロイフローとかが完結になっていいよねっていう感じで Docker を使いました。で、ここからがなんかちょっと変な話かも、知れないんですけど、オンプレサーバーは、1台というふうに割り切ったので、まあ、なんかこう、Kubernetes 使うかなと思ったんですけど、これは Docker Compose でいいんじゃないということで、Docker Compose で運用することにしました。じゃあ、ログをどうやって送るかっていうと、なんか、AWS ログドライバーっていうのが Docker には、標準で入っていて、それで CloudWatch に Docker のコンテナのログを送ることができたりとか、あと、まあ、死活監視はちょっと自分で作らないといけないので大変だったんですけど、各コンテナがそのランニングかどうかっていうのをクラウドウォッチメトリックスに送るみたいなのを作ったりとか、あと、まあ、リスタートポリシーを設定しておくとサーバー再起動で自動で上がってくれるとか、まあ、そういったところがあって、Docker Compose でもまあ、その本番システムの運用をできる感じにはなってきました。で、何がメリットかというと、まあ、設定ファイルを書くのも運用するのもとにかく楽で、あと、なんか開発環境と設定ファイル共有しやすくて、まあ、開発環境で使ってたやつをちょっといじって、そのまま本番環境にできたりとかして、まあ、その辺がすごい便利で良かったです。はい。まあ、Kubernetes 使うのが一般的かもしれないんですけど、Kubernetes を使う理由っていうのは、まあ、多分いろいろあると思ってて、ケースによってあると思ってで、ただ特になければ Docker Compose っていうのを検討してもいいのじゃないかなと思ったりしています。はい、で、はい、ここまででなんかざっくりと、どんなことを悩んでどんな技術選定をしてきたか、みたいなところをご紹介しました。で、最後に、まあ、まとめなんですけど、まあ、今回は工場に AI を導入してデータ分析基盤を構築するみたいな、事例をご紹介しました。まあ、プログラミングが必要な箇所は大体 Python で統一したとか、AWS 側はマネージドサービスをフル活用したりとか、あとまあオンプレサーバーはなんかこう様々を割り切ることでサーバー1台で、運用できるようにして、なんかコスト削減とかできるようにしましたみたいな内容をざっくりご紹介しました。ちょっとまあ最終的にこれが言いたかったんだみたいな内容があるわけじゃないんですけど、この事例の話から、皆さんが何か一つでも持ち帰っていただける内容があればいいかなと思います。といったところで、私の発表は以上になります。ありがとうございました。発表ありがとうございました。ディスコードに質問が1件ありましたので、3件ありますか。はい。いくつかありますので、少々お待ちください。大丈夫です。これ関係もう終わってます。質問がありますので、ちょっとお願いいたします。質問内容ですが、興味深い内容で資料を見返したいのですが、資料公開ございますでしょうかという質問がありましたが、公開されますか？はい、ちょっとまだ公開できてないんですけど、この後資料公開する予定です。はい、わかりました。ありがとうございます。あともう1件ですけども、工場システムの場合、業界次第で10年かそれ以上動かすこともありますが、オンプレサーバーは塩漬け設計ですか、あるいはどこかのタイミングで、バージョンアップなどで入れ替えるようなところが気にされていますでしょうか。そもそもロングランというない業界でしたらすみませんということですが、
はい、そうですね。ちょっとバージョンアップなどで入れ替えられる。ちょっと質問の意図が合ってるかわかんないんですけど、そうですね。業界10年かそれ以上動かす想定の仕組みというのはその通りで、そうですね。基本的に Linux サーバーと言いつつ、Docker を入れて Docker コンテナを動かすことしか考えてないので、ここ OS 側は結構カジュアルに、セキュリティフィックスとか入れてアップデートとかできるようにはしていたりしますし、その動かすコンテナの中身というのも、まあ、普通に何かアップデートしたいときは、ビルドして持ってきて、もう一回動かすみたいな風な、簡単にそこをアップデートできるような仕組みにはしています。ちょっとすみません、質問の意図が違っていたらすみません、また後でチャットとかで回答します。はい、ではお時間になりましたので、ことさん、トークの終了いたします。発表ありがとうございました。参加者の方はディスコードで、発表者の方に大きな拍手をお願いいたします。質問がある方、または直接お話がしたい方は、ディスコードのアスクザスピーカーの当のトラックチャンネルに移動してください。トラック、アスクザスピーカーのトラックは、シャープパイコン JP アンダーバー3です。また、スポンサーによるスペシャルブースがありますので、こちらもぜひ訪れてみてください。チケットを購入した上で参加していただいている皆様は、スポンサーブースのスタンプラリーにもご参加いただけます。応募いただくと、豪華景品の抽選に参加できるほか、参加賞もご用意しております。ぜひご参加ください。